写真右下に、味じよし二子山古墳。その右側中央に、味じし白山神社古墳。神社の左手にある、小規模な円墳が、おたびしょ古墳。写真左上には、味じし春日山古墳が見える。1977年の国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成 3DCG で描画したあじ 双子山古墳アジヨシ古墳群は、愛知県春日市にある複数の古墳の総称。春日市双子町の双子山公園内にあるアジヨシ、双子山古墳、公園に隣接する白山神社の社殿が立つ、アジヨシ白山神社古墳と、そのすぐ西側にある、おたびシ古墳、神社から見て、県道102号を挟んだ西側に位置する、アジヨシ実山古墳からなる。 かつてはどんどん塚と呼ばれた前方後円墳や6基の円墳もあったが、先の4基以外は開発によって滅失した。現存する味吉古墳群の南方の安島神社周辺には安島古墳群とも呼ばれた古墳群があった。周辺は百塚と呼ばれるほど古塚が多かったが、開墾が進んだため1935年の小栗、鉄次郎、 愛知県史跡名称天然記念物調査報告第13に記録されているものは23期とその数を急速に減じ1950年9月にナムソン大学人類学研究所によって発掘された白山藪古墳以外は調査されることもないまま全て滅出したアジヨシ墳群を作った集団の一支群によるものあるいは白山藪に始まる集団が北に勢力を 伸ばした結果作られたのが、アジヨシ古墳群とする説があり、現在では、アジヨシ古墳群に含めることが多い。地石図や地形図などを含めた資料から、アジヨシ双子山古墳の時代では、以下の5基が明確な古墳とみなせるとしている。また、その他に無名塚を含めた24基の塚が、古墳であった可能性があるとしている。ありがとうございます。